ブヒブヒブ。寒くなってきましたが、お元気ブヒか？こぶたニュースのお時間です。今回は、エジプトで動物のミイラ多数発見というお話です。エジプトのカイロ郊外サッカラ遺跡で多数の動物のミイラが発見され、その中には子供のライオンのミイラが複数含まれているようです。発見された場所はブパステイオン墓地で、猫のミイラの地下共同墓地として知られています。今のエジプトでライオンがその辺を歩いていることはありませんが、紀元前1000年頃まではナイル川の岸辺に普通にいたようです。古代エジプト人はたくさんの動物のミイラを作って埋葬してきましたが、ライオンのミイラは2004年に見つかった1体だけです。今回見つかった古ライオンのミイラを見てみましょう。なんだかぬいぐるみみたい部品に。エジプト考古省のカレド・アル・アナニ大臣によると、 X 線と骨の検査により 95% の確率で古ライオンと見られるとのことです。古ライオンは体長90センチほどで、生後約8ヶ月ぐらい。年代は紀元前664年から紀元前525年と考えられているようです。今後数週間かけてさらに調べ、性別その他判明したら公表するということでした。また同じ場所からは様々な大きさの猫の像75体、木と青銅で作られた彫刻を含む工芸品の膨大なコレクションが発見されています。特に石で作られたスカラベは今まで発見された中でも最大だそうです。エジプトはサッカラでの一連の発見の数々により、この地域のネクロポリス巨大墓地閉じるに観光客がたくさん訪れることを期待しています。古代エジプトの人たちはたくさんの動物をミイラにしてきました。動物をミイラにする理由についてはいくつかの理由があるようです。神の化身、神への奉納品、生き返った時のための食料、愛玩動物などです。つまり副葬品としての動物のミイラや神への奉納品としての動物のミイラ、人間のミイラは生き返りを前提にしているので、死ぬ前と同じ環境になるよう肉片やペットもミイラにしたようです。特に動物のミイラは寺院から大量に発見されます。寺院では動物を飼育しミイラにしてそれを配布していたと考えられています。エジプトのギザに考古学では世界最大級の博物館、大エジプト博物館が2020年に完成します。日本も ODA で博物館の建設や工芸品の修復作業に協力し、大いに貢献しています。2011年、長期独裁だったムバラク政権が大規模デモによるエジプト革命で倒れ、民主化されたと思ったら、2013年に再び大規模デモが起こり、そのデモを支援する形での軍部の介入により、現在はその当時国防大臣だったシシ大統領にという動乱の変遷を経て、エジプトへ訪れる観光客は未だに2011年動乱前の2分の1強にとどまっています。エジプトでは大エジプト博物館の完成で観光客が回復することを期待しています。長い歴史のあるエジプトの考古学的発見は多くの人々を引きつけますブヒね。このチャンネルをいいなと思ったらチャンネル登録よろしくですブヒ。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブー。